れをじゃあ持ってるし、ね、うん、こんにちは、北野キイです。そうですね、私にとって撮影はすごくこうなんかなんだろうな、とってもこう遊んでる時の楽しさと同じぐらいすごく楽しくて、今日もとっても楽しかったです。ちょっと厚底を履いてダンスをしてるんですけど、靴がすごく厚いので大きな動きを早くやるっていうのが、体が先に行っても足が重くてついてこなかったりとかして、最初は運動靴で練習して、だんだんこう履いていくようにしてって練習したんですけど、ダンス自体はそこまで難しくない感じで、そうですね、やっぱりラッキー池田さんが振り付けをしてくださったんですが、とても自分で踊ってても飽きないぐらい楽しいダンスでした。2日ぐらい、約1日だけリハーサルがあって、約2日ぐらいで覚えました、ね、今やっぱりモルコシヘッドの時の印象が強いみたいで言われますね。お会いするとスタッフの方とかに踊ってくださいって言われます。あります。踊ってる時にこう虫刺された手にもろこしってやるところに、しのところでもろこしってやってるじゃないですか。この時は気持ちいいから笑ってるんですけど、虫刺された足にってやってる時はかゆい時なので、こう表情の変化がこう虫刺された足もろこしみたいな感じで表情の変化がすごく難しかったです。気持ちいいですか？気持ちいいは結構なんですかね、あれもろこしもろこしのところ高くて、なんか高いので出すのが大変だったんですけど、動くと音も入っちゃうので、踊ってるふりしながら歌わなきゃいけないので、それはすごく難しかったですけど、キットカットはすごく小さい頃からお父さんがすごく好き で、すごく家に毎日絶対あったんですよね。それでまだ銀のアルミホイルみたいなやつに包まれている時のキットカットから食べていて、で CM もすごく鈴木杏さんが出てる頃から見ていて、なのでなんかその自分の大好きなお菓子で、それで自分の先輩の鈴木杏さんも出ている CM のイメージキャラクターに選んでいただいたことがすごく嬉しくて、最初は信じられなかったですね。会津若松の方で
撮影をしたんですね、あの CM は。それでやっぱりあの駅のホームとかで撮っている時はすごくすごくすごく寒かったんですけど、あのすごくあの人が少ない駅というか、とてものどかな感じで待合室があるんですよ。普通ないじゃないですか、待合室があって、そこは暖房が効いてるんですよ。でそこに入ってこう勝地さんとお話ししたりとか、皆さんとお話ししたりとか、あの撮影の待ちの時間にしてて、やっぱり外はすごく寒いんですけど、そういうなんか現場がアットホームな感じで、寒くてもそうですね、楽しかったですね、すごく。いやー、この間ありましたよ。この間あのみんなであの4人ぐらいで、雨が降ってきちゃって走っていったんですよね。あのなんで走ったのか分かんないんですけど、まだここから距離があるのに、学校から出てきて階段の上まで歩いていくんですけど、階段の上まで走っていったんですよね。でそこからまた濡れるのに、そこまで走っていって、わー青春だねとか言って、みんなでなんかやってた気がします。そうですね、今後、もっともっといろんなことにチャレンジしていって、もっともっと去年より頑張っていこうと思いますので、これからも北抜きをよろしくお願いします。ありがとうございました。